皆さんこんにちは。知識ゼロからのノーション勉強日記第7回です。この動画はハウツーではなくてブログとして登録をしています。何かを解説するという記事ではなく、初心者である私が学んだことを共有している動画です。系統的に学べるというような動画ではないので、どうぞご承知をお願いします。初心者の人と一緒に分かったことを学んでいこうという、そのようなコンセプトで配信している動画です。さて、今日のノーション勉強日記は、動画配信計画でいきますとですね、これなんですね。Today と Exact Day の違いと。フィルターを作っていると、Today と Exact Day っていうのがありまして、どう違うのかわからないなと思ってたんですが、今日はっきりとその違いが分かったので、お伝えしたいと思います。で、僕はこの日報の中にですね、今日のニュースというのを入れてるんですね。これは、実は大元のデータベースはこちら。今日のニュースというのがありまして、昨日から始めたんですが、新聞を読みましてね、あっと思うようなのがあったらこう書いてまして、後から参照できるようにしようと思いましてね、書いてるんですが、これが朝方私が新聞を見て書き足していきまして、で、日報の方にはですね、フィルターを作って今日の日付のものだけが表示されるようにしてるんですね。ニュースには昨日のニュースもあるんですけど、フィルターをかけてますので今日の分しかここには表示されてないと、そういうふうなわけなんですね。で、このフィルターが日付が今日ですよという、そういうフィルターになってるんです。だから今日のものしか出てこないというフィルターかけられてるということですね。ところがですね、ちょっと困ったことが起こりました。はい、アーカイブで昨日のやつを見てみましょうかね。昨日のやつを見てみますと、昨日のニュースが出ているはずなんですけども、あれと、今日の日付のものが昨日の日報にも表示されてしまっています。おかしいなと思って考えるとですね、つまりこのフィルターが今日になっているので、閲覧している今日の日付で昨日の日報も表示されてしまっているというわけですね。つまり Today ではいけないというわけです。これは2月5日の日の日報なので、2月5日のここは2月5日にならないといけないんですよね。そうしたいわけですよね。ということで、どうしようかと思っていろいろ見てましたら、この Today to do じゃなくて、この Exact Date っていうのがあったんですよ。つまり正確な日付という意味ですよね。これかなと思って、すると、ここに Date というのが出てきました。で、ここを押して、これ5日ということで決め打ちをするようになっているわけですね。そうすると当てましたね。昨日の記事だけがここに出たと。つまりこう開いた時に、開いた日の日付に影響されないようにするには、フィルターは Exact Date を使う必要があると、そういうことだったんですね。Today と Exact Date の違いというのはこういうことなのかと思って初めて知りました。ですから、ここはこのフィルターは本当は日付 is today にしてしまうと、明日開いた時に明日の7日が今日の2月7日の明日ですね、このアーカイブを開いたら、ここは2月7日になってしまうわけですね。2月7日時点での Today が開かれちゃうので、ですからここは Today でなくて Exact Date で2月の6日と決め打ちにしてやると。この2月の6日を表示しなさいというふうにしてやるということで、これはいつ開いてもですね、2月の6日時点でのニュースがここに出てくるということになっていきます。ということで、今日の日報を作るというのの中のテンプレートをそのように変えていかないといけません。で、ここをですね、フィルターを今 Exact Date にして、デートをクリアにしています。で、こういうこと、これによってですね、毎朝この日報が開いた時に、ここを自分で、今日の日付に入れてあげることによって、もうその日はここに現れるのがその日のニュースしか現れないという、それが確定をされていくということになります。はい、今日はですね、 Today と Exact Date の違いが、フィルターをかけるときに大きく開いた日によって変えられてしまったら困るものは、フィルターをエグザクトデートにするということ、その日のものとして出てくればいいものについてはフィルターをトゥデイにすると
いうようにすればいいということが分かりましたので共有しました。この動画はノーション初心者のリュースタイルが少しずつ分かったことを共有をしている動画です。よろしければ登録をお願いします。